この番組の提供はガンジャでお送りいたします。濃厚つけ麺ブームのパイオニア、本川越駅から徒歩2分、つけ麺食べるならガンジャ。営業時間は午前11時半から午後 4:20 まで。つけ麺食べるならガンジャ。皆様こんにちは。今週もスケボー1001夜のお時間がやってまいりました。私、司会を務めさせていただきます路面よしおと申します。本日のテーマはスケボーにおける言語の位置づけです。仲間がいるとはいえ、スケートボードは基本的には一人で乗るもの。スケーターにとって言葉、言語とはどういう位置づけにあるのでしょうか。今回もコメンテーターの滑り大蔵さんにお越しいただきました。滑りさん、どうぞよろしくお願いいたします。スケボーにおける言語の位置づけ、まあスケートボードっていう乗り物自体に、まあそんなに言葉がいるのかって言ったら、まあ一人で個人的に乗っている段階では言語なんていうものはさほどスケートボードに必要がないものとみなされていますが、ただまあこのスケートボード愛好者たちが集まっていくと、もちろんその言葉を話さないわけにいかなくてですね、まあ話さなくてもいいんですが、でもまあ話した方がまあよりコミュニケーションが取りやすいと。まあ人間2人以上集まっていくと、もうそこには社会が存在するとはよく言ったもので、まあ1人から2人、2人から3人、3人から4人、4人から5人と考えていることが伝わっていくわけなんですよ。でまあ基本的にスケボーやってる間はスケーターっていう生き物自体がこうイエーイとかやったーとか言ってオッケー行ったぜみたいな、そういうなんて言うんだろう、こう歓喜の言葉を発することがとても多い。まあ、そこに数学的な計算式を呪文のように唱えてるようなスケーターなんていうのはあんまり存在しなくてですね、例えばスケートパークとかに行った時にどんな声を聞こえるかっていうと、まあイエーイと、まあその声のトーンで大体のそのスケーター同士の距離感みたいなものをこっちは察知することができるんですが、まあ基本的に声が高くなったり声が大きくなったりとかすると、そこにはかなり近い感じの友好関係や友人同士の距離感みたいなものが近い感じがするわけです。だからまあ基本的に低い、まあ例えばその寄り合い状態みたいなスケートパークね、まあ、そこにあんまりローカルがいないみたいな、そういうようなスケートパークとかに行ったりするとこうイエーイみたいな、んかすごい技やってもイエーイ、もっと言っちゃうとそこにイエーイも存在しないみたいな、なんかもう素通りみたいな、お互いをお互いが空気のように感じて、まあ自分の世界に没頭する。まあそれはスケーターでは世界的にもよくあることなんですが、ですがまあ言葉を話すことによって、じゃあスケーター同士どんな話をするか、どんな会話をするか、まあ昔多かったのは、まあ80年代90年代多かったのは、あのビデオを見た、新しいスラッシャーで誰々が何々をやってるよとか、あの技やばくないとか、その現場にいてですね、もうなんとここにいない人間の話をする率が高いんじゃないかな、このスケーターっていう人種は、っていう風に思うことが多々あったわけですよね。例えばマイキャロルもう金髪になってるよねとか、もしくはガブリエル・ロドリゲスが髪の毛が伸びてるよとか、まあはっきり言ってそこで喋ってる人にとっては何ら関係のないようなことを、まあ言ったら女性週刊誌に出てる何々ちゃん可愛いよねみたいな、そういう話をスケーター同士がするみたいな、まあそこにいない人、もしくはもう会ったこともない人の話をすることで、こうお互いの共感みたいな、それをこうお互いで味わうみたいな、そういうちょっとオタク的要素みたいな、そういうスケーター独特な話題に没頭するみたいな感じのことが昔は多々あったのですが、近年のその2000年以降のスケートボードの世界によく見受けられるのが、ヘッドホンをして、もしくはイヤホンをしてスケートボードをするっていうような状況をよく目にすることがあるんです。まああれはじゃあどういうことなのかと、まあ80年代からスケートボードをしてた自分としてはかなり理解に苦しむ感じだったんです。なぜなら自分の世界に没頭するのはまあ全然いいことなんですが、イヤホンをつける、ヘッドホンをつけることによって外の音を遮断する、そして自分の世界に入り込むと。まあ街中で特にストリートでスケートボーディングをするっていうことにおいて、音を遮断するっていうのはかなり危ないことなんじゃないかなと私ながら思うわけなんです。まあ近年そのスケートボードのコンテストなんかでもよくある光景なんですけど、まあ耳にイヤホンをぶっ刺して、それでもうその音はもうそこで何の音楽が鳴ってるのか、もしくはどんな声が聞こえてるのか、それはイヤホンをぶっ刺してるスケーターにしかわからない、かなり個人的な世界がそこでは繰り広げられてるんじゃないかなと思うんですね。でスケートボードのコンテストなんかでも結構注目されるような選手もみんなと言っていいほどかなりイヤホンぶっ刺してるわけで、まあ、もしかしたらそのイヤホンに何かこう特殊な装置がついてるんじゃないかなって勘ぐるぐらい精神集中のためにヒアリングミュージックを聴いてるのか、もしくはかなりのギャンブル狂で競馬中継を聞いて奮闘してるんじゃないかとか、いろんな想像が働くわけですよ。でまあ彼らは基本的にその耳にイヤホンぶっ刺してるスケーターっていうのを基本的にその自分の世界に没頭する、もしくはそのギャンブルをやってたとしてももう自分の世界に没頭してるっていうことなんですが、ちょっと私的にはちょっとそこが疑問で、近年スケートボードの技術はどんどん革新的に上達してってるのは、下手するとテレパシーのような世界がもうスケーターの中で始まってんじゃねえかななんていう風にちょっと感じてしまうのも私だけじゃないと思うんですね。なぜならイヤホンをぶっ刺してスケートボードをしているっていう人たちが、特に若い世代なんですけど、とにかく多いんじゃないかと私は感じてるんです。例えばそういう現場に入った時に、あ、なんだここは喋るの禁止かっていうように感じてしまうような、まあそういうことを言ってるとですね、いちいちうるせえなこいつとか、何聞いてようが自由じゃねえかっていう、まあ、もちろん自由ではあるんですが、まあおじさんの好奇心的なとかね、まあ私個人の好奇心的なことで言わせてもらうと、実際にどんな音楽を聞いた、もしくは音楽じゃないのか、さっき言ったように競馬中継を聞いてるんじゃないかとか、スポーツ中継を聞いて観戦してる、もはや聖徳太子のように8人の人の話を理解できるぐらいの境地にもはやスケーターが行っているのかと思うぐらい、もしかしたら左右のイヤホンでは別々の音が流れてるとかね、
そういう精神鍛錬をもうスケーターを始めちゃってるのかなってちょっと勘ぐってしまうぐらい、イヤホンぶっ刺してるスケーターが2000年代から増え続けてるような気がします。なるほど。まあ、ということでそういう話で言うと、そのもうもはやスケーターにとっての その会話とかっていうのはさほどもうもはやそんなに必要じゃないっていうか、まあ、もともとスケーター同士がスケボーしてるときに会話するっていうこともほとんどなくですね、まあ、基本的には技と技、動きと動き、まあ、そこで自己主張してるスケーターにとってはそんなもう言語なんてものはさほど必要じゃないんだよ。イエーとかウォーとかすげーとかっていう、もうかなりその動物がキャーとか猿がウキーとか、ゴリラがウホウホってやってるような、まあそのおたけびのような、そういうもっとその原始的なサウンドでお互いの気分をこう表明し合ってる、そして分かり合ってるんじゃないかな。とはいえですね、まあ元来結構そういう原始的なサウンドだけでこうお互いのコミュニケーションをこう取れてる、まあそれを証拠にですね、あの自分も海外に行ってスケートボードしてた時にやっぱりその何も喋れないわけなんですよ。あの言葉、例えば英語でも何語でもいいんだ、デンマーク語でも何でもいいんですけど、基本的にその言語が喋れなくても、まあスケートボードしてるだけでなんとなくこうお互いの考えてることが伝わってるみたいな、そういうのはまあ2000年代で自分の経験の中でもそういったことはあるので、まあそれ以降なんですね、イヤホンぶっ刺し世代がこう今飛躍的にまあスケートボードオリンピックまでこう乗し上げてしまったと。もうスケートボードの技術革新の中にもしかしたらこのイヤホンが実は相当重要なんじゃないかなんていうのをちょっと私は少し考えて、まあこれにはまあ多分いろんな意見があると思うんで、そこでもまあいろんな人とこう議論を重ねていきたい。このスケートボードにおけるその言語の役割とは、もしくはそのイヤホンから来るこの脳内にスケートボードの技術に関わってくるサウンドっていうか、ヘッドホンよりイヤホンのような気がするんですね。まあ私もそのシーンをずっと見てきてますが、ヘッドホンではないような気がする。イヤホンになった時から相当な技術革新が始まってるような気がして私はならないんですね。なんでしかもイヤホンに今やコードがない時代っていうか、もう昔はコードがねウォークマンにくっついてる、ポータブルカセットプレイヤーなんていうね、そういう日本が誇るウォークマンみたいなものがこう出てきて、で今世界中のコンテストで日本人が相当活躍してるっていうのはやっぱりもしかしたらそのソニーのウォークマン、そのポータブルカセットプレイヤーの発明とか何ら関係があるんじゃないか。イヤホンぶっ刺し世代が答えを出し始めた。ポータブルカセットプレイヤー70年代80年代でこう完成していったわけなんですけど、そこから約50年近く経った現在にやっとその答えを、日本人はそのスケートボードにある一つの答えがそのイヤホンっていうところでこう生まれてるような、まあそこに関連があるのかないのか分かりませんが、ここは答えは出ていませんが、ただその自分の好奇心や、自分の謎としてはですね、まあ謎を持つというのはいいことなんで、このスケートボードにおいては謎を持つというのはとてもいいことだと私は思っているので、まあこのイヤホンとその言語、ある種ね耳をこうイヤホンぶっ刺すことによっても他との会話的なものをこう拒絶することによって、また新しい何かスケーター独特の能力を生み始めてるんじゃないかなって私は今現在で思うこととして、そのスケートボードの謎の中の一つとして、いわゆるスケーターにとっての言語の役割、そして今度言語を拒絶することによって生まれる新たな能力、まあテレパシーに似た世界、まあ新人類、まあ、私はかねてからずっとスケーターは新人類だ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 ってずっと私は外でも言って声を大にして皆さんに伝えてるわけなんですが、まあそれの一つの証明としてこのイヤホンぶっ刺し世代がどこまでこう革新していくのか、活躍していくのか、飛躍していくのか、かなりそこは見ものなんじゃないかな。まあその言語の役割はもちろん現在もあるし、これから未来永久にその言語の役割っていうのは大きくあるとは思うのですが、ただそのスケートパークやストリートでスケートをしているスケーターたちは徐々に耳をですねイヤホンに任せ始めた。しかも何を聞いてるかは誰も知らない。もしかしたら右はナメダルマ、左はバッドホップの曲を聴いて、同時に理解しながら新しい答えを出しているかもしれない。もしかしたらそんなことをやってるんじゃないかなって勘ぐるぐらいのスケーターの飛躍的な進化の時代到来のような気がしてならない。まあ、ということでスケーター独特のその原始的な言語によってお互いをこう通じ合う能力と、そしてそれを拒絶することによって新たな能力を開花させている。この問題についてはいろんな分野で活躍している方々とこれからも議論を重ねていきたいと思っています。なるほど、スベリさん今日は本当にありがとうございました。ということで本日のスケボー戦一夜、最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週。この番組の提供はガンジャでお送りいたしました。 FESN YouTube チャンネルでは番組をサポートしていただける企業様個人様を募集しております。ご興味のある方はこの動画の説明欄に記載のメールアドレスにご一報ください。それではよろしくお願いいたします。マジね、メンバーズユニットだから言っちゃうけど、イエイ YouTube メンバーシップスタートだぜ。メンバーシップでは普段見ることのできない FESA の裏側、ツアーや一般公開動画や森田隆弘にある超マニアックな深掘りトーク、中野の名店スポット紹介など FESA の超限定コンテンツ盛りだくさんでお届け予定だぜ。もちろんメンバー限定のライブ配信もお届けしちゃうぜ。みんなの参加をお待ちしてるぜ。メンバーシップに入るにはボタン一つでポチッとな。